ポッドキャスティングをよ TBS ラジオ。プラムの花見この後はコラムの花道、今日はプロインタビュアーの吉田豪さんです。 TBS ラジオストリームお送りしておりますね、月曜日の2時コラムの花道でございますね、はい。レギュラーコラムニストはもう皆様ご存知、人呼んで喋る墓荒らし、プロインタビュアーの吉田豪さんです。どうもです。おはようございます、はいはい、こんにちは。なんか近況は、近況はですね、いろいろお忙しいようで相変わらず。今日この直後にある仕事がちょっとひどいんですよ。ひどいんですか、ね、いきなりやる前からひどいって何ですか。いや、テーマとして。テーマ。あのですね、はい、あるエロ本の、エロ本から電話かかってきましてですね、はいはい、あの女性の あそこ特集号をやるんですが、吉田さんにあのタレントさんの女性のあそこについて語ってほしいんですよ。知るかっていう。すごいテーマ。そういう仕事の振られ方をするんですか、吉田さんは。いきなり、ね、電話でそんなことが出てくるの、で、まあ、タレント本とかでそういう話触れてるのがあるんじゃないかって話で、まあ、実際あることあるんで。あることあるんですか。あることあるの、ありますよ。あ、そう、それちょっとストリームのコーナーに撮れてよ。いい、私聞きたくない。まあね、マッピーがガンガン乗ってきたら驚きますよ。あの人どうなのみたいな。下げる。それちょっとゾクッとくるよね。二人でやってください。あの人どうなのってさ。どう、それを歴史的にも品評があえてされた方というのは、ジェームス・ミキさんしかいらっしゃらないよね。いや、ただ、あと、勝手にあの妄想で言ってる方もいらっしゃるし、妄想で、もしくは、でも実証主義に基づいてるのはジェームス・ミキさんしかいないよね。とか、まあ女性が自分のことを語ってることもあるし。ああ、女が女はね。すごいね。ただ、まあ、そういうことを話そうと思って、何人か、例えばこんな人がこんな人がって言ったら、さっき電話かかってきまして、ちょっとあの、人が古いのばっかりなんで、最近の人いないですか、最近の人あそこの話しないですよ。ガードがないですよ、みんな、普通に。そりゃそうだよ。ね、だって、昔の人なんか男優さんもね、平気で、もう大御所がみんな語ってるわけだもんね。みんなじゃないや。まあ、多い、ね。まあね、それがまたいいっていうかね。そうそうそう。それびっくりします。うん、まあ、だ文化が変わったってことですかね。すごいね。そこまだけ好きな人いないですよ。どのぐらい、古いったってどのぐらいのイメージすればいいの、その、語ってる会社。何年ぐらいで活躍された方。まあ、80年代半ばぐらいまではいますよね。80年代半ばぐらいか。まあ、まだオープンだった時代。その頃の、もう、一線級の女優さんの、女優さんとか、タレントさん。アイドル。アイドルですね。うん。ああ。いらっしゃいますね。あの頃から、じゃあ、その、いわゆる性に関する、そういう語り口が変わったということかね。あると思いますね。はあ、ちなみに、ひどい仕事シリーズで、ちょうど思い出したのは、前にもこういうのがあって、電話かかってきて、やっぱりエロ本だったんですけど、吉田さんにですね、乳輪特集の監修をしてほしいんですよ。どこをどう監修すればいいのか分かんないって。俺も先達の仕事としてはジェームズ・ミキさんしかいらっしゃらないじゃないの。ねえ。ですよね。もうだから後継者だよ。そして、それは断ったんですか？いや、面白そうじゃないですか。おもちゃやった。僕は入輪の監修業っていう肩書きもこれでね、得られたっていうことで。これ面白そうだって言って引き受けて。俺のタモリクラブでまた肩書きの時にちょっと、つけ加えられるね。ただ、これもあれですよ。近所のちょっと高そうな中華料理屋で、あの、このね、入輪の写真とかいっぱい出されながらコメントしてたら、店に追い出されました。店の格を下げるみたいな。俺、中華料理屋さんでしょ？また高そうなとこだったんで。高そう、だから写真こ、もうなんかさ、丸テーブルがこう、いっぱい置いて。でも写真だらけになってるの。回さないでよね。お店の人引いたでしょうね。そう。まあ嫌だったんでしょうね。書いてあるの、なんとか、なんとか XY さんとか YX さんとか。うわ、やだ。すごいね。最悪な仕事でしたね。それすごい。どのぐらい時間かかった？結構かかった。いや、まあ1時間以上やりましたね。1時間以上。ただ僕のこと杉作自衛隊と間違えてたんだと思って。ああ、そうだ。仕事として。仕事として。その、ね、本っていうのは何、週刊誌、月刊誌読みたいですか？まあ、ザベストとかですね、要するに。そういう系。ああ、そうなんだ。わかんないや。まあ、コンビニ売ってんの？大手の方。買ってきてあげてください、これ。そうだ、仕事のちょっと、あれはね。MC としてチェックしとかないと。コラムニストの仕事もチェックしとかしないと。いや、出た頃に持ってきますよ。あ、ぜひ。特集ね。さて、それじゃあ今日の本編でございますが。はいはい、はい。ついにですね、うん、女優石原まり子大特集というね。ああ、行きますか。映画公開記念ですよ。公開記念。もう、今も公開。ちょうど始まったところですね。16日から。はいはい、はい。土曜日から公開中だということね。話題沸騰ですよ。あ、そうっすか。すごいらしいというね。いや、いろんなこと、噂が。で、そうなんだ。まあね、この番組でも何度か近況で、大変なことになったという話は。ああ、映画撮影。に置いて、プラスあれ僕らの取材の方もっていう、取材の方ね、おきてさんと一緒に、ね、なんだっけ、3度目の正直ぐらいだったんだっけ、そうですね、まあ、2度流れ2度流れてで、ドタキャンされて、まあ、その過程をこの番組で言ったら、うん、あのね、その不揃いの秘密というあの本の編集の方に電話で怒られ、
ね、名誉毀損で訴えると言われ。で、その直後にね、その人となんかね、一応和解したかと思ったら、ね、僕らもちょっと今回の件にはね、被害者みたいなもんだと思うんですよ、お互いみたいなこと言ったのが、言ったら、石原真理子さんが朝9時に電話かけてきて、うん、お互い被害者ってどういう意味ですかまだ伝わってるみたいな。すごいね。いやいや、石原さんが悪いというわけではありませんみたいな。映画会社の人がですね、みたいな。大変だったんですけど。ややこしいですね。映画会社の人はね、あまり国家機密を守るっていう、そういう仕事はないから、関係ないですよね。ね、その試写会でもいろいろね、あったという話も。試写会なんかあったんですか？あ、ですよ。音作り、音をつけるのを、私がいない時に勝手につけられたっていうんで、ね、前代未聞の未完成披露試写になって、現場で全部ぶちまけてってやつですよ。って言いましたよ、これ前に。驚いてますけど。忘れちゃったなるほどね。忘れちゃったそうです。完璧に抜けましたね。まあいいですよ。で、そんな石原さんなんですけどね。はいはい。あの、まあ、有名なのは不揃いの秘密。去年の僕がね、年間ベストと言っている名著なんですけども。そうですね、確か、年間ベストだったですね。年間ベストだったんですよ。うんうんうん、で、実はその、いろんな。20年前にも彼女一冊本を出してるんですよ。20年前、86年に出た女優石原真理子という、芳賀書店から出てる。まあ、写真集みたいなものなんですけど。ほう。これ実は当時、あの、メゾン一刻、あの、最近あの、あれですね、伊藤美咲さん主演で、あの、ドラマになったんですけど、あの、メゾン一刻の映画を彼女が主演して、それに合わせて出た本なんですよ。石原真理子さんがメゾン一刻の主役をやって。主役をやった。で、その頃のその撮影現場の写真とかを載せた上で、その監督とかがどんどんコメントしていくんですけど、うん、衝撃的なんですよね。本当びっくりしたんですけど、その、まあ、メゾン一刻の監督、まあ、沢井慎一郎監督っていう、あのね、有名な大御所ですね、が監督されてるんですけど、で、だから当然冒頭は沢井監督がコメントしてるんですけど、ね、一切褒めてないんですよ。その映画公開に合わせた本なのに、まあ、あれなんですよね、その、不揃いの秘密の方で、はい、彼女はその、メゾン一刻のね、ヒロインの未亡人、おとなし京子を演じたことについて彼女はこう言ってたんですよ、うん。そのキャラクターには共感できる部分がありました。うん、明るい性格、けれど奥ゆかしくて、決して出しゃばることなく、うん、好きな人を海外しく心配する、うん。そんなヒロインに自分と重なる部分を感じ、違和感なく演じられました。うん、自分の演技にも納得でき、撮影はスムーズに進んでいったのですって書いてあるんですけど、うん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 、なんかね、うん、あの正直彼女のイメージとは重ならないというか、石原真理子さんのトリックイメージとは。まあ、当時はどうだったか忘れちゃったけど、どういうイメージだったか。あれとはちょっと思ったんですよね。当時はなんかもっとこう、どう言えばいいのなんか。まあ、その頃すでにもう、そのね、要は安全地帯の方とのスキャンダルがあった頃ですね。そうでしたっけ？この映画公開が86年、今からもう20年ぐらい前。じゃあもうそういうイメージはあったんだ。で、なのに。その沢井監督もやっぱり違和感が。違和感感じたと思うんですよ、多分、沢井さんも。だから、この本でまずこう言われてるんですよ。あの、撮影現場で、ねえ、沢井さん、私に女優の将来ってあるんですかと彼女に聞かれて、即答してるんですよ。ないんじゃないのって。で、なぜかというと、石原真理子さんが、どうしてこんなにゆっくりめの、暗めの、つぶやき調のセリフ回しを身につけてしまったのかっていう。まあ、彼女のセリフ回しがいかにおかしいのかっていうのを延々言い続けるんですよ。ほー。あの、それも過剰なぐらいに。これは、あの、あれですよね、女優石原真理子という本だけど、ええ、これいろんな人がその、そうですこの映画のめ、ま、あの、ええ、石原真理子さんとか映画について語ってるわけだよね。その中の一人として、その監督の沢井さんが語ってると。で、なぜね、将来がないって言ったかというと、うん、私は自分が演出するときに、人の映画を見るときも、ね、うん、そのセリフが妙に間延びしたり、いかにも感情を込めた風の不必要な間がことさら気になる立ちで、そんな性癖の私の身に石原真理子さんの、あの、いかにもゆったりと間延びのしたセリフは全くもって、間延びしたメロディーを、やたら拳を聴かせて感情過多に絶唱する、演歌、女性演歌歌手の歌と同じぐらい耐え難いものに聞こえて、舌が長すぎてラリルレードがはっきりしなかったり、さして暗くないところなのに、限りなく暗い表情を装って、暗くゆっくりとつぶやき口調で発生される彼女のセリフは、私たちが造形しようとした明るいヒロイン、おとなし京子さんには一番不釣り合いなセリフ、マシだったんですよ。相当ボロス言ってるんですよ。いや、怖い。長く。同じようなことを何度も繰り返して。ものすごい雄弁になんか批判してますよね。そうなんですよ。違和感なくて彼女は言ってたんですけど、どうやら違和感あったみたいで、ああなおかつまだまだ続けてるんですよね。石原真理子さんがどうしてこんなにゆっくりめの、暗めの、つべ不調のセリフ回しを身につけてしまったのか、類推してみるに、今まで彼女と付き合ってきた演出の方々は大層優しく、ほんの少し口当たりの良くない彼女の欠点をはっきり指摘してやらないで、ちょっと遠慮してしまい、ゆっくりめ、暗め、つべ不調の中に彼女の個性を見出しそうと、苦し紛れの努力をしてしまったせいではないでしょうか。なるほど。もう同じことを何度も何度も繰り返していかにダメなのかって言ってるんですよ。それまた編集して書く人も書く人だね。すごいですよね。相当怨念こもってますね。で、なおかつ撮影中にそのセリフ回しを再監督が注意したら、うん、彼女はこんなに感情のこもった感動的なつぶやき演技が否定され、テンポがある分だけ気楽に見えてしまう、呆れ果てた的演技が要求されるのは信じられないといった顔つきで、注文通りだと感情が抜けちゃうからと随分抵抗してきた。
あ、彼女抵抗し、抵抗したとも思って、あの、言われてるんだ。ところが、彼女の本ではスムーディーに撮影が進んでいったのですって書いてあって。あれっていう。あれなんかすごい、なんだろう。不思議なんですよ。不思議ですね。で、最終的には、まだ言うんですよ。何かにつけて、ゆっくりめ、暗め、つぶやき調、感情的、感情、込めまの演技をしてきた自分の一面性に、彼女もさすがに言われて気づいたみたいで、うん、キャラクターを暗く理解し、ゆっくりめ、暗め、つぶやき調のセリフ回しで、重苦しい雰囲気のみが感情のこもった感動的演技と勘違いしてきた自分の役柄理解の至らなさに気づいた、石原舞子さんは、将来、ね、将来なる女優さんの卵なんじゃないかって、無理やりフォローする。いや、ちょっと理屈の展開がよく分かんなかったんだけどね。まあ、普通に気づいたと、僕が言ったおかげで。何回も出てきた、暗め。うん、ゆっくりめ。感情型。なるほど。異常なんですよ。はぁ、全く180度違う評価だよな、うん、面白い、ね。気になるじゃないですか。気になるね。で、取材の時にこの話をいかに聞くかと思っていて。で、まあ、まずね、あの、ね、原作は知らなかったんですけども、ね、読んでみたら、独特な世界でほんわりして可愛い感じがしました、みたいな感じで。で、京子さん役にやっぱりすごい共感したって言ってるんですよ、うん。で、僕は勇気を出して、でもあのパブリックイメージでは石原さんはあまり一途って感じじゃないじゃないですか。って言ったの。言ったんですよ。そしたら、いや、そんなことないですって言ってて、さらに原稿チェックで直してきたのが、そう思ってるのは吉田さんだけですよ一途ってよく言われますから。俺だけだったみたいな。まあ、もう悪者なんだな、しょうがないよね。それは。すごい、今の。いや、これ面白い直しでしたよ。ね、面白いな。直しの時に全く言ってないけど、平気でバンバカ書く人も結構多いんでしょ。面白ければ豪快です、それは。やっぱそうなんだ。笑えればあり。ああ、やっぱそうなんだね。ああ、なるほど、なるほど。笑いを消されると、へそ曲げますけど。いや、まあ、そう、確かに。これでありですよ。はあ。吉田さんだけですよ。すごい。一途ってよく言われますから、ええー。面白いぞ。僕まだ勇気を出して。いやね、恋大きいみたいな感じでね。ね、恋大きい女とか言われてたじゃないですか、全然多くないですよ、誤解すぎって。あ、じゃあ本に書いたのが精一杯ですかって言ったら、精一杯で、それも20年前って感じで、その後宗教入っちゃったしって感じで。ああ、わかりました。あ、それは言ってんだ。へえ。いや、でも、これは全く逆の評価のあれだけど、本人も、おそらくこれ読んでらっしゃるのよ、芳賀書店から出てるから。自分の本ですからね。自分の本だもんね。自分のインタビュー受けてるし。自分のインタビュー受けてるからね。うん、ただ、あれなんですよ、やっぱりそういうふうに、うん、いろんなことをポジティブに捉える方っていうのは思いましたね。うんうんうん、なるほど。そうね、捉え方によりますよね。で、さて、そんな石原さんに、はいはいはい、インタビューをして、で、まあ、その不揃いの秘密についても聞いたんですよ。うんうん、僕は本当に大好きなんですけど、うん、一番ね、最大の暴露だと思ったのが、うん、さんまさんは普段は普通の人っていうね、ああ、そうか。一番言っちゃいけない幻想を壊す部分っていう。それ確か書いてあったんですよね。で、ね、石原さん曰く、言い直すってさんまさんに言ったんだけど、もう遅いって。じゃあ言ってんじゃん、結局。とかね。あと、ま、本読んで誰もが思ったね、うん、ね、時藤さんと中井貴一さんとは付き合っても、なぜ柳沢慎吾さんとは行かなかったのかっていうね。うんうん、分かりやすいって分かりやすいんだけど。ね、とかね、うん。そういうの全部追求したんですよ。あえて聞いたの。聞きましたよ、当然。ね。したら、慎ちゃんはどっか一線引いちゃってた部分ありましたとか、まあ、ね、あっさりと流される感じで。で、もう一個ね、トシちゃん、まあ、ケイさん。でね、本に出てた、ね、そのタヌキンの二人とは付き合って、なぜヨッちゃんとは付き合わないんですか、まあ、その話ばっか聞いてはいたんですけど、したら、いや、まあ、会ったことないっていう、それだけ。あ、非常に、ストレートに。正直あれなんですよ、うん、不揃いな秘密の話を振っても、転がらないんですよ。うん、転がらないの、なんでなんですかね、防衛線かなんか張ってらっしゃるんですか、笑顔で、ふふふふ、そうなんですよね、みたいな感じで。うん、結構そうやって流される感じで、ああ、うん、辛い、それはちょっと結構辛いですね、あ、あれって感じなんですよ、僕らがあれがいかに素晴らしかったかとか、うん、あそこ最高でしたよねとか、うん、あれどうだったんですかとか言っても、うん、そうなんですよみたいな感じで、それ不揃いの、本に関して、本に関して、ね、映画の話はしますよ、いかがですか、あ、映画の話はするんだけど、本に関しては全然、そうなんですよね、あ、それそこの差はどっから来るんでしょうかね。まあ、後にね、真実は僕は分かんないですけど、うん、梨本勝さんがね、うん、ずっと石原さんのサポートしてたじゃないですか、うんうん、はいはいはい、サポートしたのが最近になって決裂したみたいで、あ、そうなの、いろんな内部事情を暴露みたいなことをトースポとかでされていて、僕それを見て一番びっくりしたのが、不揃いの秘密の担当編集に殺人予告メールを発送という、石原さんがヒットマンを差し向けるという、当然双葉社サイドは否定してるんですけど、梨本さんがそう言っていて、まあね、全然僕も真実は何も知らないですけど、うん、もしね、何らかのそういうことがあったとしたら、まあ、それは語らないだろうっていう気は、気はしたんですけど、ね。そうなんだ。まあ、真実は知らない、ね。まあ、そう、真実は分かんない。まあ、分かんない。梨本さんの、言い方ではそういうことになった。はいはいはい。うん。そうなんですよ。はい、で、むしろ話すのは、だからやっぱね、今の映画の話であり、そしてスピリチュアルな話でありっていう感じで、まあ、そういう感じだったんですけども、今回テーマとして考えてたんですよ。うん、オキテポルシェに、告白をしてもらおうっていう。
告白、うん、彼女に。何の？最初は本当ね、結局あの2回流れちゃったんで、最初の2回はそのホテルのスイートルーム撮ってたんで、うん、本当一緒にね、ベッドインしてる写真撮るぐらいに勢いでやろうっていう計画を出したんですね。で、本の中でも、好きでもないのに食事に誘われると断れないって書いてたから、誘おうっていう話にしてた。ああ、なるほどね。うん、断れない。断れないんですよ。あ、そうか、好きでもない人に食事どうですかって言われると。断れないんだ。うん、あ、そうなんだ。じゃあ柳沢慎吾も食事誘っていなかった。誘っていなかったんだね。まあ、ダブルデートっていうか、あの、時藤さんのデートに同行したことあったんですよ。あ、同行、ね。川の字に寝るとかね。あったんだけど、はいはい、それがいい人だったんだけど、はい、だからもう、奥茶さんもね、デートぐらいだってね、うんうんうん、ちょっと行ってもらおうっていうね。うん、言ったら、うん、え、それはちょっとって。あれ本と違うって。違うんだ。断ってる。あなるほど。ただ、あの、彼女が本当騙されやすい人って言ってて、それが、ね、なるほどと思ったのが、奥手さんが、ね、お願いしますよって言ってる時に僕はね、うん、ね、ただ奥手さんあれなんですよ、結婚してるんで、またミュージシャンとの不倫になっちゃうんですけど、うん、大丈夫ですかって言ったら、言ったらでちょっと驚いてて、うん、いや、そんなこと大丈夫ですよって、沖田ポリスが言うんですよ、うん。ね、事前にそういうこと言っとかいけないですけど、うん、でもね、日本の法律は今ね、重婚は3人まで OK になってますのでって言ったら、えそれ本当かわいい。しばらく日本にいなかったから、あの、日本の事情が飲み込めなかった。いや、基本的には、あの、社会性の問題だと思うんですけど、それは。そういう問題じゃない。まあ、ピュアな人いるいないじゃなくて。そこのリアクション大きいんだ。え本当、まあ、ピュアという表現は非常に便利でいいですよね。そうなんですよ。なんだっけな、彼氏に求めるものをどうですかって言った時も、うん、やっぱり純粋さと心の強さと、一緒に旅に行った時に楽しめる人で愛を信じる人で、愛に対して前向きな人とか語った後に、おじさんの顔を見て、はぁってため息をついたんですけど。ただこの純粋を求めるっていうのもすごいわかるんですよ。おこのやっぱりその86年の女優石原真理子で、はい、あのね、後にそのね、不揃いの秘密でいろいろ書かれる、うん、時藤三郎さんがこうコメントしていて、うん、彼女について、うん、ついてあまりにも純粋、うん、そんな感じだな、彼女に対するイメージは。ただその純粋さが周りの人間に勘違いされるのではないかと思う時もあるって。まあなんか、彼女の周りで起きるいろんなごたごたって結局こういう部分にあるのかなって気がしますよね。純粋というところですね。純粋というか信じすぎちゃうというか、なんていうか。で、映画の話とかは、いろいろ感が乗ってくるんですか？そうですよ。私がいかにね、みんなに天才と言われとかね、そういう話はいくらでも。天才っていうのはその映画。スタッフの方とかからね。ああ、そう、映画作りについてってことですね。そうです。ただ、あの、正直映画は、あれなんですよ。うん、あの、主役の後藤理沙さんが、うん、あの、訛りがすごい強い方で、うん、その人に標準語を喋らせてるせいで、うん、すごい不思議なイントネーションで。あ、そう、楽しそうじゃない？それはすごい面白いですよ。あ、そう、うん。俺まだ見てない。松本さん見たんですか？まだ見てない、ね。見てないの。あと DV のお父さん役が、あの、小西洋之さんっていう。ああ、小西洋之さん、はい、懐かしい、ね。奥さんに DV でいろいろ訴えて、なんか問題になった女性主演で。そうなんだ。DV の人が DV 役をやるっていうすごいリアリティがあったりとか。ああ、リアリズムだね。リアリズムありますね。リアリズム、ね。石原さんそんなこと何も知らなかったんですけど。たまたま私知らなかったんだ。あ、そうなんだ。面白いですよ。そういう。危険です。でもだから噂によると。うん。やばいですよ。うん、僕は相当楽しみました。いろんな意味で。劇場で見ていいのか、うん、それは DVD になってからの方がいいのかっていう話も出たんだけど、どっちがいい？あの、何が面白いかっていうと、冒頭の10分くらいで石原真理子役が3人変わるんですよ。全然それで驚く。入り込めないっていうか、最初は石原さん本人が出てきて、なんかナレーション語るんですけど、それもなんか歌うようなナレーションで、まず何言ってんのかすごい聞き取りづらくて。聞き取りづらいの、で、その後なんか17歳ぐらいに石原真理子さんがよく DV されるシーンがあって、突然次のシーンで後藤理沙さんに変わってて、変わるんだ。全然それ後藤理沙さん一人で演じきれるんですよ。なぜこれを二役にしてんのかの意味が分かんなくて。そうか、一人三役の逆なんだね。一、うん、役が、あれ三人ぐらいで。それって何、あの、カリブの海賊のジョニー・デップみたいな話。まあ、つぐらい。いろんな意味で注目だから、とか、僕は結構その原作と照らし合わせながら、これどういう意味なんだろうみたいな。こんだけ読んでれば。なんだっけな、ね、あの、セーフティーゾーンの、あの、山木洋二さんっていう、まあ、これは玉木浩二さんの意味なんですけど、その人に DV されるシーンがあるんですけど。セーフティーゾーン、まあ、それだけで合格なんですよね。セーフティーゾーンってなんか、今日は安心な日みたいな。完全に生理用品ですよね。あそこ特集になってるんですよ。そうだよ、なんか、セーフティーゾーンっていきなり言われてもな。まあ、それにDV されるシーンがあるんですよ。DV されて入院された後に、その小西さんが、あの、山木さんからの電話に激怒するんですよ。いい感じしろみたいな感じで、激怒してる後に、その、石原真理子役のその後藤理沙さんと、あの、足立美のお母さんが、お母さん役なんですけど、あ、マネージャー役かな、その二人が突然笑い出して、あはははははみたいな。え？なぜ DV されて手を合わせて笑ってんのって。それ、なんか、高度な、なんか、意味がわかんないですよ。で、原作確かめたら、DV してたお父さんが DV に怒ってるということに何か微笑ましいものを感じたのか、
立体的にしないと結構理解できないことがあるんですけど。すごい、私もう一回読み直してから行こう。すごい、なんかシュールだね。シュールですよ、全編。でも本当面白いです、そういう意味では。すごい、静かな、感動的なシーンでハードなロックが流れたりとか、ここでこれとか、突然なんか不思議な歌が流れてきたと思って、後でクレジット確認したら、歌マリエって書いてあって、あ、本人だみたいな。面白いです。なるほどね。うん、まあ、いろんななんか、いろんな意味で賞を取りそうですよね、それね。うんうん、ああ、そうですか。ということで、今後は、はいはい、どういうことをするっていうのか。ああ、なんか恋愛小説を出すというね。恋愛小説。また恋愛ですか、今度はフィクションですか。そうですね。ただ、彼女の文章はちょっと今、ブログやられてるんで、それ見た方がいいです。ああ、そうなんですか。ブログがすごいです。へえ。ちょっとだけ言いますけど、三つぐらい前のブログは、話は大きくなるのかもしれません。うん、魔のサードワールド、第三世界、日本沈没阻止、世界崩壊計画失敗にしなければなりませんね。悪いけど。とか、すごいスケールのブログになってるんで。ああ、そうです。芸能人関係のブログでここまでのものはまずないと思うんで。なるほど。必読ですね。結構なんかスピリチュアルな感じ、ね。そうです。かなり。すごいですよね。じゃあちょっと、今度、新さん、なめこさんに潜入してもらえばいいですよ、スピリチュアル大好きな方。合うのかしら。話合うのかな。合うのかな。適当に言ってますけど。両方とも嫌だって言うから、ね。はい、ということで、月曜日本日のコラムニスト、喋る墓荒らし、吉田豪さん、ありがとうございました。ました。明日はアメリカ在住の映画評論家、町山智博さんです。コラムのあんああ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 あ花見地